父と子と聖霊との御名によりてアメン。愛する兄弟姉妹の皆様、今日は2023年12月17日大降雪第3主日です。今週の水金土曜日は式の祭日で、聖伝によれば大詳細を守る日です。今では義務ではなくなってしまいましたが、できる方は私たちは一緒に大詳細を守りましょう。来週の手術は夕方の6時に大阪でミサがあります。ミサの時間にご注意ください。また来週手術東京では、私たちの信徒の方々とその家族をマリア様の汚れなき御心に奉献いたします。大阪では12月8日無限在の御宿りに行いましたけども、東京では、お御堂が新しく与えられたことを感謝して来週行います。どうぞお祈りください。英語でも申し上げます。今日の福音では、司祭たちとレビ人がエルサレムから先知聖ヨハネのもとに送られて、聖ヨハネに直接自分が来たるべきメシアであるか否かを宣言するようにと求めました。一体あなたは誰なのかと尋ねました。すると先知は答えて、自分が何かをこう宣言します。預言者イザヤが言っている、アレノに叫ぶ者の声、主の道を正しくせよとは私のことであると。では主の道を正しくせよとはどういうことでしょうか。今日はこのことについて一緒に黙想して宣伝の決心を立てましょう。公共よりには最初に次の問答があります。問い、人は何のためにこの世に生まれたのか。答え、人は天使を知り愛し奉仕し、そうすることによって霊魂を救うためにこの世に生まれました。私たちはこの世に永遠に生きるためではなく、永遠の幸せのため、つまり天国に行くために、永遠の栄光を受けるために生まれてきました。イエス・キリストがクリスマスの時にお生まれになる、この理由は私たちにこの永遠の命を与えるためです。受けさせるためです。では天国に行くためには、私たちは至福に至る道をまっすぐとたどらなければなりません。左にも右にもそれずに、まっすぐに天国に向かって歩まなければなりません。つまり天主の掟を守らなければなりません。ですから先知聖ヨハネは、主の道をまっすぐにせよと叫びました。ではこのためにはどうしたらよいのでしょうか。聖アルフォンソ・デ・リゴリは、このためには私たちは自分に信頼せずに、自分の力に信頼せずに、天主に信頼して、そして誘惑に抵抗することが必要だと教えています。では自分に信頼しないというのはどういうことでしょうか。聖パウロはこう言います。恐れおののいて自分の救いを全うせよと。つまり自分の力だけでは、天主の助けなしには私たちには何もできないということです。永遠の霊魂の救いのために、自分の力ではどうすることもできないということです。イエス様は聖木曜日に人たちにこう宣言されました。私がいないとあなたたちには何一つできないと。天主の息吹がなければ、私たちには主を認めることさえもできません。聖パウロはこう言っています。聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるということができない。聖パウロはこうも言います。自分自身から出たもののように、何事かを自分に期す資格を私たちは持っていない。いや、私たちに資格を与えたのは天主である。聖ペトロの実例を見てください。ペトロは自信を持って、たとえ皆があなたにつまずいたとしても、私は決してつまずきませんと宣言しました。するとイエス様は、今晩鶏が鳴く前にあなたは三度私を否むだろうと言われます。するとペトロは自分の力と善意に信頼してこう宣言します。私はあなたと一緒に死ぬようなことがあっても、あなたを決して否みません。皆さんもご存知のように、まさにその晩、ペトロは恐れに駆られて主を三度も否って裏切ってしまいました。私はそんな人を知らないと強く誓ってさえ裏切ったのです。謙遜であること、また自分の力に信頼しないこと、これが私たちには必要です。そうでなければ、天主は私たちの弱さを知らせるために、謙遜にさせるってくれるために、罪に陥らせるがままになることを許されることがあるからです。有名なチゼック神父様も、ソ連のルビアンカで尋問を受けていたその時にそのことを体験しました。チゼック神父はこう書いています。人間が自分の力に信頼し始めたその時、確かに
彼は究極の失敗への道をへと足を踏み始めたことになる。そのような人間に天主が与えることができる最大のお恵みは、彼に自分の力では耐えることができない試練を送って彼を成長でさらえること、そして究極的に彼を救うことであると。もしも自分の力に過信しないならば、私たちは罪の機会を避けるようになります。そして天主に頻繁に祈るようになります。そうすることで罪を守るようになります。しかしもしも大丈夫大丈夫だと高をくくるならば、罪の危険に簡単に身をさらして天主に助けも求めず、そしてあっという間に罪に陥ってしまうことでしょう。この世で生きている間、私たちには罪を犯して天主を失ってしまう危険が数多くあります。ですから自分の力では足りないということをよく自覚して主に信頼しなければなりません。主に信頼する。サレジオの聖フランシスコは、自分の力に信頼しないのはもちろん良いことだけれども、それだけだと弱しい霊魂になってしまう。そして自分では何もできない、何をしてもダメだと思ってしまって、結局は生ぬるい生活を送ってしまうようになるか、あるいは絶望さえしてしまう危険があると言っています。ですから私たちは自分の力に信頼しなければしないほど、つまり自分があまりも小さいものであると自覚すれば自覚するほど、弱いければ弱いほど、ますますそれだけ多く主の憐れみに信頼することが必要です。サレジオの聖フランシスコは、これは天秤のようだと言っています。自分の力が、信頼が少なくなって下がれば下がるほど、主のへの信頼が上に上がらなければならないと。集会書には、主に希望する者は決して恥ずかしめられないとあります。まず罪を犯すまいという固い決心をして、主の憐れみと優しさとを信じて主の胸元に飛び込むならば、主は必ず私たちを憐れんでくださいます。もちろん地獄から救ってくださいます。ある日、主はイエス・キリストは聖ジェルトルードにこう言われたと伝えられています。それによると、私に信頼する者は彼の全ての懇願を聞く以外、私には何もできないほどの強制力を働かせると。信頼すれば信頼するほどイエス様に強制力を持っているということです。主に信頼する人は自分の弱さを脇に置いて天主の力を獲得することができます。まさにこれが幼きユダスの聖テレジアが言った天国へのエレベーターです。自分の力ではなくて主が上げてくれるからです。聖チプリアンヌによると、主の憐れみは汲み尽くすことができない泉です。大きな信頼という器を持ってくる人は、その器だけの成長を汲み取ることができると。器が大ければ大きいほどたくさんのお恵みが受ける。ですから天使の恵みを感謝する祈り、テデウムではこう祈ります。主よ、御身により頼めり、御身により頼みし、我らに御憐れみを垂れたまえ。主よ、我御身により頼めり、我が望みは常しえに虚しからまじ。詩篇にはこうもあります。私は両目を山にあげた、そこから私の助けが来る。私の助けは主から、天と地を作りたも主から来る。ですから現在私たちの永遠の滅びという大きな危険の真っただ中で、常にイエス様へと心を向けていなければなりません。主の憐れみに、ご死去によって私たちをあがなってくださったお方の御手に、私たちは全て信頼して委ねましょう。御手に私は我が霊を委ね立てまつる、毎晩集会で祈る通りです。聖パウロはこう言います。私を強めてくださるお方において私には全てができる。信頼というすることができるということは、全てができるということです。これは私たちにとってなんと大きな喜びでしょうか。ですから聖パウロは私たちに今日、本当の喜びで喜べと言っています。主において常に喜べ、繰り返し喜べ、全ての人に柔和を示せ、主は近いと。主に私たちの弱さを自覚して信頼せずに、そして主に信頼する人は喜びで満たされます。聖トマス・アクイナスはこう言います。霊的に進歩を欲する人は誰であれ霊的な喜びを持たなければならないと。本当の喜びというのは正しい喜びです。人間に固有の良いものがあるときに、つまり被造物ではなくて天主に関わるときに、これを喜びは正しい喜びとなります。ですから聖パウロは今日、主において喜べと言います。
また本当の喜びは長く続くものです。永遠に続くものです。いつか終わってしまう喜びは不完全なものです。本当の喜びではありません。ですから聖パウロは常に喜べと言っています。つまり罪を避けて喜びが途切れないようにせよと。本当の喜びは多くのことにおいて繰り返し繰り返し起こります。主において喜ぶならばご降誕の時、またご誕生の時も喜びます。天使が私たちに告げたのもこの喜びです。私たちがの生活において、また私たちのお祈りにおいても喜びがあります。自分の善において喜ぶ人は他人の善においても喜びます。現在喜ぶ人は未来にも喜びます。ですから聖パウロはこう言っています。繰り返し言う喜べと。また本当の喜びというのは慎み深いものです。世俗の喜びのように快楽に浸ってゲラゲラと笑う 表面的なものではありません。ですから聖パウロは本当の喜びを喜べと言いながら、全ての人に平和を、柔和を示せと言っています。慎み深く柔和であるようにと。私たちの力に信頼せずに主に信頼する。喜びの原因は主が近くにあるからです。自分ではなく主に信頼するからです。自分の友がこのように近くに来られたので、私たちの愛が近くにおられるので、聖パウロは言います。喜べと。では宣伝の決心を立てましょう。今日このミサで自分の力に過信せずに主にますます信頼するようにして、成長の協力によってますます祈りを増やすように、抵抗、誘惑に抵抗するようにお祈りいたしましょう。ご降誕祭まであと 1週間です。ふさわしく主を迎え受けるために主の道を正しくいたしましょう。そして祈り、主において喜びましょう。また私たちの喜びの源であるマリア様にも祈りましょう。聖ヨハネは預言者イザヤが言っているアレノに叫ぶ者の声、主の道を正しくせよとは私のことであると答えた。